どうも、すみファクトリーです。今日は、マインクラフトで遊んでいきたいと思います。前回作ったトラップタワー、前回じゃないか。前、ゲームチャンネル作ったんですけど、あまり見られていないようなので、こちらの方で遊んでいきたいと思います。なんか違うかな、これ。なんか作り方違うんですかね。トラップタワー全然モンスター湧かないんですよ。全く初心者なんで、作り方も分かってないです。はい。そもそもが短いのかな、ここの。まあいいや。こちらのトラップタワー作ったよっていう報告と、あとは、敷地を広げて、エンチャントの方を作りました。施設を。本屋さん、図書館みたいな、そんな感じ。簡単な簡易図書館ですかね。を作っていきました。このような感じで。本棚を作りました。本屋さんかな。多分何もできないけど。これで、うん、やっぱり何もできませんね。ラピスラズリを持ってきてないからね。あとはこちらの方に、なんて言えばいいんだ。あれですね。ネザーゲートを作りました。ネザーゲート作ったんですが、あまり行ったらすぐやられちゃうので行きません。ああ、クリーパーがいる。よし、やっつけに行くか。うわあ、やめて。やめて。撃たないで。撃たないでって言ってんの。撃たれたら痛いです。やめてください。撃つなって言ってんだろ。ぐらいな気持ちで。あ、違うか。これから、前の、わあ、いる、ここにいる。今いるのか。ちょっとどうやっていこうかな。撃ってくんだよね。撃ってこないで、痛いよ。はい。よいしょ。よし、入れた。よし、ここに。もう痛いからやめてほしかったわ。螺旋にはできなかった。まあ、ごめんなさいね。初心者なもんで。はい、はい、こんな感じで、ちょっと、抜け道を作りましたね。抜け道のところに巻くとは思ってなかったけど。ここで、この抜け道を使っていくと、第2の拠点地があります。この道を抜けていくと、拠点が見える花粉症で鼻ずるずるですけど、皆さん花粉症大丈夫ですか？なんか四角い家を、この色のセンスのなさですね。よし、ここから上に上がっていこうかな。3階に行きます。はい。よしよし。こうして、この上に通路を作りました。洞窟につながる通路。でここから直結で洞窟につながってて、洞窟から外に出ることもできます。戻れるかな？いいや、戻れるでしょ。もしかしてさ、ここに何かいるってことない？いいよねー。ここ廃校と繋がってんの？もしかして、うわうわうわ、出てきた。うわうわ、なんだこいつら。いて。やめてくれ。やめてくれ。うわ、スポーン。うわ、ここにあんのか。見てしまった。スーミンやられた。どうしよっかな。一文なしだけど。廃校になってたのかな、そこ。いや、違うよね。スポーンブロックだよね、あれ。なんであんなのがあんのよ。初めてだけど。あ、初めてじゃない。ゾンビのスポナーはいっぱい見た。いっぱい見てきた、ゾンビのスポナーは。よし。一文なしだけど。大丈夫かな。よし。これで、作っていこう。ね、やっぱり装備ないよね。装備ないですよね。装備がないから装備を作って。橋と、とりあえず、棒が足りない。棒も足りないし、松明も持ってなかったから、やられたんだよね。棒を作っちゃって、剣も作って、もったいないけど、松明上か。石炭を持って、コンスタクト60本。はい、これで、ちょっと、しっかり装備をして、
はい、オッケー。いやー、まさかやられるとは思ってなかったけど、これ強化していきたかったけど強化できなさそうなので、このまま行こう。もしかしてまたやられるかいうこともありえなくはないね。うん、いない、いなくなってる。もうここから入っていくしかないね。よいしょよいしょよいしょ、全部取られちゃったよ。一文なしもきついな。裏道を通って、この裏道を通っていけば、あ、やばい、ダイヤ持ってきちゃった。ダイヤしまってこう。ダイヤをしまって、これもしまって、こうして見てこう。襲撃戦来ないよね。うん、ないね、ないない。ここにベッド置いていこうかな。夜の間しか寝ることができません。うん、後ろにいる。うわー、マジかよ。痛い。よいしょ、置けない。これでいいのか。なんか、うわ、いっぱい入ってんじゃん。 ありがとうございます。どうもですね。オッケー、これチェストごと取っちゃえばいいんじゃない。どっから湧くんだお前ら。よし、これでいいか。こうでいいのか。どうなんだ。もう湧かないのか。もう湧かないか。どうなんだ。もう湧かないって言いなさい。もう湧きませんか。もう湧きませんとはなりませんね。うん、困ったな。で、どうしよう。この隠れ家的なところどうしましょう。困ったな。困った困った。うん、どうしよう。なんか怪しいとは思ったんだけどね、ここの作りは。どの上に登っていくんだっけ。かっくんかっくん、ごめんなさいね。なんかスケルトンの音がする。大丈夫かい？あ、嘘、来ないで。どっから来てんのよ。どっから湧いた？どっから湧いたの？嘘でしょ？え、ここから入ってきたの？それはダメだよ。どっから入ってきたの？今のスケルトンは。意味がわからないけど。どこからいらっしゃったんですか？なんか足音が聞こえるけど、どっからいらっしゃったの？ここ掘り進めていったら外出ちゃうかな。やめとこう。いらんことすんじゃなかったってなる。いて。いて。どこに行こうかな。あ？なんだここ。どうしよう。痛い。ブランチマイニングしたいんですけど、戻ってこれるかな。ブランチマイニングをして集めたいんですよね。ダイヤモンドとか、ここら辺掘っていこうかな。ちょっとダイヤのツルハシもったいないけどな。ブランチマイニングして何が取れればいいの。
ラピスラズリとかいろいろ撮れたらいいなと思います。ひたすら撮ってるけど大丈夫かな。よいしょ。いつかどこかにぶち当たるのかな。壁にぶち当たる。耐久力3のやつだった。気づかなかった。あれ、あえてな、いいよね。はい、どこに繋がる？ない。もうちょっと下掘らないとダメか。どこに繋がるかな。この辺から掘ってみようかな。ここなんか繋がった。繋がったけどどうしようかな。一応つながってはいるけど、うわー、どうしよう。探検しようか迷うな。どうせなら行きたいな。行ってみようかな。よし、行ってみよう。あ、深いなここ。あ、やばいやばいやばい。水出して。水危ねー。死ぬとこだった。こんなところで死ぬわけにはいかない。死ぬわけにはいかないんだぜ。ここで死んでたまるかいって感じ。お、これなんだ。エメラルド、エメラルド、エメラルド、エメラルドだ。やったー、初めてゲット、エメラルド。やった、エメラルド1個ゲット。嬉しい。まだあるのかな。で、ここは廃校なの？それとも、廃校じゃないな。廃校じゃないな。なんだっけ。渓谷ですか、これ。ここはマグマのところ。あー、もう松明がないや。棒もないし、松明もないし。今日はこの辺でおしまいにしとこうかな。なんか怖いし。あ、さっきのところ戻ってきた感じ？そうだね。あ、戻ってきたんだ。はい。じゃあ今日の収穫はエメラルドということで。ここ拠点にしようか。ベースのここ、なんだっけ？ここじゃないか。ここら辺に、やっぱここがいいかな。ここら辺拠点にして、またブランチマイニング的な感じで探検ができるようにやっていきます。はい。最近ブランチマイニングにハマってるので、楽しみつつ探検していこうかなと思います。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。はいはい、またねー。